集ドラマのヒットメーカーが再結集。進むべき道は愛、それとも白秋、クボンスン、チャンスンジョ。約束。彼女にはもう失うものは何もない。師匠オスンナム。師匠オスンナムは韓国ドラマ要素が満載のドロドロの復讐ドラマです。幼い頃に父親を殺され、母親や弟とも生き別れて記憶を失ったところを、良き人に拾われて育ったオスンナム。育ての親が経営するソダンと呼ばれる、子どもたちに学問や礼儀作法を教える韓国伝統の塾で先生として働きながら、医者の夫と可愛い娘に囲まれて幸せに暮らしていました。けれど夫の裏切りに遭い、大切なものとの別れにも見舞われ、ひどい仕打ちを受けたスンナムは復讐を決意するようになります。大ヒット復讐ドラマの福寿草やトゲのある花の演出家による復讐ドラマで、トゲのある花でもタッグを組んだパクシウンを再び抜擢して、複雑な人間関係に出生の秘密、記憶喪失に悪行の限りを尽くす親子と夫の裏切りなどなどの韓国ドラマの定番要素をこれでもかと入れ込んでいます。それに加えて、結婚に離婚、その間に生まれた子供や養子、またその2組のカップルが組み替わるなど、特に複雑な人間関係が渦巻いていきますので、その絡み合ったドロドロ具合をお楽しみください。アイドル歌手出身の俳優クボンスンが、枯れた男の色気を感じさせる魅力で苦しむスンナムを支えていく一方で、ミュージカル俳優で、あなたを注文しますでユンホのライバル役を演じたチャンスンジョが、野心にとらわれてどんどん悪魔のようになっていく男を熱演。ハンスヨン扮する心がささくれ立っている悪女ともども、視聴者の怒りをかきたてていきます。スンナムはいつ実の母親に会えるのか、またいつどうやって悪い奴らに鉄槌が下されるのかを見届けたくて、ついつい見てしまうドラマです。どうぞお楽しみに。オスンナム、8月6日月曜朝5時、一挙放送スタート。どうぞお楽しみに。